こそ邪魔すんな。こっちは取り込み中なんだ。さっさと消えてもらうぜ。カメにばっかいい格好させられるか。せっかくだし、お前僕に釣られてる。久しぶりにクライマックスといくか。まったくじれったいね、お前。やめてよ。倒すけどいいよね。答えは聞いてない。でもタイプじゃないんだよ。ここまで痛めつけるやつは初めて見たぜ。他のやつらがぬるいだけだ。死なない程度に追い詰めれば過去ともさっさとつながるんだよ。みんな釣られてみる。そんな趣味はない。そうか、こっちは最悪の気分だ。そいつは悪かったな。俺の強さにお前が泣いた。今日の俺は始まる前からクライマックスだぜ。意味わかんねえな。どっちにしろ俺の強さにはかなわないけどね。お前、僕に釣られてみる。久しぶりだからな。準備運動を兼ねて暴れるか。強さは別格だ。よっしゃ。お前、僕に釣られてみる。うるせえ。ここまで来て邪魔させるかよ。冷てえこと言うなよ。こっちはな、4ヶ月も前からクライマックスなんだぜ。うわにゅって行くぜ、俺たちの必殺技。せっかくだ、ハリケーン。やる気なら言っとくぜ、これは最初から最後までクライマックスだ。覚悟決めとけよ。海藤大輝、時間を盗もうとした容疑で逮捕する。知らねえのか。いいか、
俺に前振りはない。最初から最後までクライマックスなんだよ。間違えた。こっちだ。